1万社を超えるところまで、来たと。全社員向けに、8000台楽天モバイルに任せておけば大丈夫。モバイルと AI は密接にこれから結びついていく。 On March 8th, 2024 Rakuten Mobile hosted the Rakuten Mobile Business Innovation SummitUsers of the Rakuten Mobile Business Plan and other Rakuten Group business partners joined to hear announcements on growth strategies and new services. Rakuten Mobile Representative Director and Chairman Miki Mikitani shared his hopes for business services utilizing AI technology. それからですね、もう一つ大きなポイントっていうのはやっぱり AI だと思うんですよね。 AI を使うですね、ほとんどの、デバイス、これも、基本的にスマホになっていくだろうというふうに思っております。法人契約していただいたらそれで終わるということじゃなくて、じゃあその中でどうやって AI を使ってよりですね、皆様の業務改善を行っていくか、あるいは売上を伸ばしていくか、マーケティング効率を上げていくか、人事管理を効率化するかというところまでですね、一緒にお付き合いさせていただきたいなというふうに考えております。 The new business service and its progress were shared by co-CEO Wayo Suzuki。法人のお客様がですね、ついに1年間で1万社を超えるところまで来たと。これを機にですね、新たにこのプランの名称を変えたいと、楽天最強プランビジネスということで、こちらが新しいプランの名前になります。どんなふうに進化をしていくのかと、楽天リンクというですね、通話アプリでございますけれども、これのデスクトップ版をですね、本日リリースをさせていただきます。これによりまして、パソコンでも電話が取れるようになると。2つ目、パートナーソリューションの拡充と、デバイスの管理を IT 部門がしたいとかですね、セキュリティが心配だとか、会社で使っているグループエア同じように使いたいとかですね、そういったご要望にですね、お答えできるように、私どももパートナーソリューションを今拡大をしております。 There were also presentations by representatives of companies that use the Rakuten Mobile Business Plan。 木下グループとしては全社員向けに8000台スマホ回線の楽天モバイルとの契約を行っています。ではそれによってどのような介護を目指していくのかというところなんですが、施設の運営における課題、情報共有が非効率、情報共有が困難というのがありますが、先ほどのバディコムってありましたけれども、今提案いただいている双方向通信のアプリを活用させていただいているんですが、非常に連携がスムーズになったと、申し送りもスムーズになった、こんな声が直接私にも届いています。今後楽天モバイルに期待することといたしましては、スマートフォンによる通話データ通信はあくまでフックであり、これからどれだけ生産性が上げられるか、最大限のサポートを期待したいと思います。 We spoke to some corporate customers of Rakuten Mobile who were in attendance at the venue。 日本経済広告社と申しまして、広告代理店になります。クライアント様の7割ぐらいが外資系の企業様でございまして、弊社の中でも私のチームは一番海外出張が多いチームになっているんですね。なのでやっぱり楽天モバイルが海外でやっぱり2ギガ使えるというのは非常に大きなメリットでございまして、ホテルでは Wi-Fi などにつないで、外出先で地図を見たりメール見たりするには、2ギガっていうのは本当に海外使いには十分な容量なので、そこで導入を決めさせていただいたというところであります。私は昨年アメリカに1週間出張で行かせていただいたんですけど、その時楽天モバイル使わせていただいて、全然問題なく海外でも使えるなっていうのがすごくありがたく感じました。直近ですとタイに行ったメンバーもいたんですけど、そこでも全然問題なく使えたという話は聞いてます。でその法人プランも、名称が変わってさらにソリューション連携とかも拡大されてて、本当にビジネス環境の、モバイルのところは楽天モバイルに任せておけば大丈夫というところがさらに期待ができるのかなと思ってます。 DMT 株式会社と申しまして、横浜にあるウェブ制作の会社でございます。やっぱりセキュリティですとかデータ そのストレージですとか、そういうソリューションもやっぱり法人ならではじゃないですか、法人プランならではなので、そういうのも、使っていきたいとは思ってます。楽天グループの姿勢に僕もすごい共感していて、こうチャレンジする精神とか応援したいなっていうのはすごくありますね。